島みずほ君、はい、私は希望の会、自由社民を代表して、精神保険および精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案について、反対の立場から討論を行います。 反対の最大の理由は、本法案が措置入院者に対する退院後の支援という名のもとに、実際には監視を強化し、差別を助長するものであるからです。本法案概要の当初版における最初の言葉相模原市の障害者支援施設 の施設の事件では、犯罪予告通り実施され、多くの被害者を出す産地となった、二度と同様の事件が発生しないよう、以下のポイントに留意して法整備を行うという文言が削除されました。この事件においては、被告人が措置入院経験者だったことから、あたかも措置入院制度に問題があったかの誤った認識から、本法案が作られました。しかし、法案審議の過程で、その誤りが厳しく批判される中で、厚労 省は法案概要を一部削除せざるを得なくなったのです本来ならばこの時点で法案は廃案とすべきです にもかかわらず再発防止に資するという部分は維持したままですにまいじた法案と言わざるを得ません反対の第二の理由は本人不在の状態でも退院後支援計画が作られてしまうという問題です本人の同意なくして一体何のための支援なのでしょうか私たち抜きに私たちのことを決めないでというのは障害者の皆さんが一貫して訴えてきたことです本法案はこうした叫びを 踏みにじるものです反対の第三の理由は自殺の恐れや応急の救護などを理由として警察が代表者会議のみならず個別ケース検討会議にも参加して薬物使用などの個別情報を入手する仕組みが実質上出来上がってしまうということですこのような情報の廃棄についてはルールが明記されておらず措置入院者が退院後も永久的に警察にリスト化されるという人権侵害の恐れが大いにあります本法案に対して修正案が出され たており、その努力自体は他とするものであり、評価したいと思いますが、法案原案の根本的問題点を踏まえた場合、修正案についても賛成しかねます。最後ににに精神病患者に対して今第一になすべきことは このような法案ではなく、本人の意思を最大限に尊重した医療、福祉、就労、生活をワンストップで行う総合支援のはずです。身体拘束、隔離がともに1万人を超える非人道的状況が放置されています。障害者権利条約第14条は、障害を理由とした人身の自由の剥奪を禁止しており、精神障害者であることを要件とした非自発的入院制度は同条約違反です。また国連自由 県規約委員会も日本政府に対して精神病院における非自発的入院について改善を求めていますこのような実態にこそメスを入れ精神障害者や患者の人権確立入院患者の地域移行に全力を挙げるべきだということを申し上げ私の討論といたします